勝って4敗を守りました松鳳山、総北来負け越しが決まっております。さあ続いては千代丸に阿炎です。土俵上千代丸対するは阿炎です。いや花さん、もう二人に大歓声、はい、これボリューム大きく飛んでますね。大人気の二人ですね。4敗ですしね、二人とも活躍してますし。そうですね、阿炎は本当にね、親子師匠そっくりになってきましたね。やっぱりそういう風に捉えてらっしゃる方が多い。そうですね、やっぱ当時僕大好きでね、やっぱ寺を見てましたから、小兵ですが、もう鉄人と呼ばれて、やっぱ寺尾関にねそっくりだなと思いながら、ただ千代丸がね、あと本当に普通にマスコットキャラクターみたいに人気ありますけどね、実力もですね、ちょっとここ数場所非常にどんどん強くなってきてる気がするんですけどね。親方、はい、千代丸ぜひ捉えていただきたいんですが、昨日も遠藤に勝ちましたね。まあ、非常にこの大きいお腹ですね、うまく使ってるんですね。あ、お腹を、はい、回し取りに行く人はなかなかお腹、千代丸のお腹大きくて回しが手が届かないですね。最近時々4つ組む時があるので、その時自分の中の上に乗せて攻めてるので、うまく使ってるんですね、この大きいお腹。一つもなんかすぐに何人のお相撲さんが200キロ超えちゃうんですね、簡単に。千代丸193キロ、まあ、200超える時間の問題だけどこのままいけば、ね、どうやって200キロなんだかなっていう親方は150キロ台65まで、ね、マックスの時はで、この2メーター超えたこの170何センチですね、200キロいくと体の負担が大きいじゃないかなっていう。でもこうやって膝とか足首とかね、普通こんだけお腹出てくると腰にも負担がきますけど、意外とそれはないですね。千代丸ね、千代丸ね、動きもねなんかいいですよね、すごい速くて、早いですよね。やっぱり師匠に聞いたんですよ、ここの親方に。そしたらやっぱりですね、それこそ今弟がちょっと怪我しちゃって脱臼して下に落ちちゃってるじゃないですか。その弟の分も頑張んなきゃって言ってね、すごい稽古をやるようになったって言ってましたね。千代丸、千代丸タンね、千代丸、そうですね、タンが必ずつきますが、大人気ですから、本当普通にね、本場所見に行くじゃないですか、はい、周りにいろんな子がね、かわいいかわいいって本当言ってますからね実際にそういうリアクションが、いやマジで言ってますよ、クマモンとかそういうスタンスの感じのやっぱね、ゆるキャラ、ゆるキャラとして人気ですから。でも立ち合えば早く強いと、うまいですね、この押し高のいなしのタイミングですね。ああそうですか。さあ対する阿炎、まあ、お互い突き押しですよね。二度ぶつかり合っていずれも千代丸が勝っています。動いた阿炎、その後の突っ張りどうだ、首のあたり押して相手を見ていい相撲、いい相撲、千代丸の前に出られない。阿炎が押し出し、いやこの巨体をよく料理しましたね。阿炎勝っています。さあこれは鳴門親方にまず伺いましょう。阿炎が早いですね。千代丸何しようか、突き放して何しようかなって思ってた時、阿炎が早いですね。さっきに仕掛けて攻めてますね。ちょっとこれ考える間も与えないような相撲ですね。はい、あれ勝ち越しですか。そうですね、いいですね、新入幕ですね。新入幕で、新入幕いいな、強い。そして残念なのは栃王山が